ボーンコレクターは1999年のアメリカ合衆国の映画。原作はジェフリー・ディーバーの同名小説。脊椎不随となったリンカーンが安楽師探偵として相棒のアメリアとぶつかりながら事件を解決していく。監督はフィリップ・ノイス。主演はデンゼル・ワシントンとアンジェリーナ・ジョリー。ニューヨークで深夜、トンネルの工事現場で明らかに他殺とみられる遺体が、 発見され、脱ンの科学捜査官、リンカーンライムが派遣された。リンカーンは重要な証拠を採取する前に現場を荒らされたくないがために、自分以外の捜査官をすべて遺体発見現場から、遠ざけ、一人狭いトンネルの奥に潜り込んでいった。瓦礫の下敷きになっていた遺体の顔を見ると、リンカーンは驚愕した。そこに横たわっていたのは、自分の遺体で、 驚愕のあまり硬直している間に、トンネルの上から重い金属製のパイプが降ってきた。リンカーンは、血圧の異常な上昇を知らせるサイレン音で目覚めた。リンカーンは、自分の首の骨が砕かれた事故の夢を見ていたのだ。リンカーンが目覚めたことに気づいた住み込みの看護師セルマは、リンカーンの首の周りの汗を吹き朝の水分補給をと、言うとリンカーンはごっかを要求した。 セルマは当然のようにその要求を拒否し、リンカーンは畳みかけるように俺の遺産はすべて君に、残すように遺言状を書いたのにというと、セルマもまた興味ないと無限に言い放った。ちょうどそこに、リンカーンの馴染みの医師が訪れ、今再生医療も日清月歩で進歩しているから、考えを改めろ、と説得を始めた。だがリンカーンは、俺の体で自由に動くのは、 左手の人差し指と首から上だけで背骨に溜まる。水の量も日増しに増え、今度大きい神経の発作が起きれば確実に植物状態になる。それは嫌だから俺の頼みを聞いてくれ、と医師に強く訴えた。リンカーンは、馴染みの医師バリー・リーマンに、もし植物状態になれば、生命維持装置は絶対につけないこと、尊厳しようと頼んでいたのだ。 バリーはその頼まれ事をされて、以来、リンカーンを死なせたくないため苦しみ続けていた。その頃、富豪のルービン夫妻が、ニューヨークの空港に降り立ち、迎えに来ている、はずの車が来ていないことに憤慨しながらも、空港前で客待ちをしていたタクシーに乗り込んだ。夫婦は、旅の疲れから行き先を運転手に伝えるとすぐに、そのまま眠りに落ちた。明け方に夫人が、 タクシーの中で目を覚ますと、彼女はすぐにタクシーが告げたのとは全く違う地区を走っていることに気づき慌てて夫を起こした。パニックになった夫婦は客席と運転席の間を仕切る強化ガラスとを叩きすぐに車を止めるように要求したが運転手は無言で取り合わず車を走らせ続けた。夫が走行中であることにもかかわらず客席のドアを 開けようと心を見るが、ドアの取っ手には刃物が取り付けられ開けられないようになっていた。ニューヨークのアパートで n y 死刑のアメリア・ドナヒ・ジュンさんが仕事のための身支度を整えていた。そこへシャワーを浴び終わった恋人が浴室から出てくると彼は彼女に結婚の意思を尋ねたが、アメリアは結婚できないと答えた。彼女はかつて拳銃自殺した現職警察官の父親の死を、 目の当たりし、心に深い傷を負っていた。アメリアは明日、パトロールから少年化に移ることになっていた。パトロールの最中同僚たちと露店で買ったホットドッグを頬張っていると彼女に無線連絡が入り、貨物鉄道構内で少年が何かを発見したとの通報が入ったと連絡があった。アメリアはすぐさま現場に急行し、土砂に埋められ顔と骨が剥き出しになった指だけが、 垣間見える遺体を発見した。遺体のすぐ側の線路内には、犯人が残したと思われる遺留品が置かれ砂の上には、犯人のものと思われる足跡が残されていた。アメリアはすぐさま遺体を発見した少年に頼んで、使い捨てカメラを買いに走らせ、遺留品の散乱を防ぐために、貨物列車の走行を止めさせた。アメリアは、すべての証拠物件を写真に収め、 砂の上に残された足跡はサイズがすぐにわかるように、隣に1ドル札を並べて撮影した。マーフィー本部長の指示で殺人家のポーリー・セリーと、刑事とケニー・ソロモン刑事が不可解な遺体遺棄事件の捜査に協力を求めに、リンカーンのアパートにやってきた。リンカーンは、不合のリュービン夫妻が誘拐され夫は殺害、骨が剥き出しになった夫の指には、 夫人の結婚指輪がはめられていたことを聞いただけで、ルービンを殺害した犯人から、夫人の身の白金を要求するだろうと証拠品も見ずに、気のない見立てを下した。だがリンカーンは、発作の後でアメリアが撮影した証拠写真の数々を見ていくうちに、単純な身の白金目的の誘拐事件ではなく、証拠写真の数々から、アメリアのズバ抜けたセンスの良さに気づいた。 リンカーンはすぐさま、アメリアを捜査チームの一員にすることを要求した。リンカーンが知りいた後のポジションについた石頭のハワード・チェーニー警部を解き伏せ、捜査に必要な機械と人員をリンカーンのアパートに配置させた。リンカーンは、すでにこれは同一犯により、連続殺人事件の助章だと気づいていたのだ。そして犯人が残していった手がかりから、どうやら、ルービン夫人は、 11月9日午後4時まではどこかで生きていそうだった。翌日、少年家転属のための講習を受けているアメリアの元に殺人家のソロモン刑事が訪れ、昨日の遺体遺棄事件の捜査に協力を要請した。アメリアは今日からもう少年家所属だからと断ろうとするが、リンカーンは証拠写真の数々からアメリアの添付の際を褒めたたえ、証拠物件から ルービン夫人の監禁場所を割り出したことを伝えると、渋るアメリアに科学捜査官の制服を着せて現場に急行させた。アメリアも含めた警官隊が到着した直後蒸気が地下通路を満たした。ルービン夫人はガスその他を含めたパイプを通すための地下通路に監禁され、犯人の予告通りに余時に高熱の蒸気を浴びて絶命した。その後も青年を ネズミの餌食とし、老人と孫娘を、桟橋の近くの水中に沈めて、柱に縛り付け、タクシー監督官を殺すなど犯行はエスカレートするが、他に、最近12ヶ月に起きた未解決事件もタクシー運転手に化けた犯人の仕業だった。犯罪実話を表した書物、防音コレクターの差し絵の通りに事件が引き起こされたことをアメリアは知る。 チェーニーをはぐらかして、桟橋の近くで、アメリアが、認識番号からリンカーンが標的だと知った頃、犯人がついに、リンカーンの前に現れる。その際、殺人鬼とは知る由しもなく応対したセルマは腹部を、えぐられ、裁縫したチェーニーは、首動脈を切り裂かれて殺害される。意外にも、犯人の正体は、リンカーンの生活を支える、医療機器の調節に携わる、医療技師。 リチャード・トンプソンであり、かつて6件の殺人事件で証拠を捏造して、汚い虫けらどもとみなす無実の人間を陥れた、ことをリンカーンに暴かれ、逆恨みの犯行に走った科学班調査員の元警察官、マーカス・アンドリューズだった。犯した罪を否定し冤罪だと主張して、自身を魔女狩り捜査の犠牲者と言い,い、すべてはリンカーンのせいだと恨みつらみをぶつける。 身動きが取れないながらもベッドで挟んで、マーカスの右手を潰し、何かをつぶやいて、注意を引き警部に噛みついて出血させるリンカーンに、激怒し、ナイフを振り上げるも4発の銃声が部屋に響き渡る。リンカーンが危ないと悟り、必死に駆けつけたアメリアがマーカスを射殺した。季節は冬となり、クリスマスを祝う友人たちが、リンカーンの部屋に集う。 車椅子に乗って生活できるほどに回復したリンカーンと彼に寄り添うアメリア。そこに命は長くないと縁を切ったはずの姉の一家が来訪し、リンカーンは思いがけない喜びを感じる。姉ジャニーンとその夫、名である姉の娘、君をアメリアが呼んだと知りリンカーンは驚きつつも幸福に包まれていた。アンジェリーナ・ジョリーはこの映画で、 初めて劇場公開作品の主演という役を射止めた。監督のフィリップ・ノイスはすでに主演として契約書にサインをしていたデンゼル・ワシントンに共演の女優はもう誰にするか決めてあると言って HBO 制作、放送の TB a が G や悲劇のスーパーモデルのテープを渡した。デンゼル・ワシントンも彼女の演技力には驚愕した。 これほど力のある女優が今まで眠っていたなんて信じられないと語っている。ありがとうございます。